代表理事山下博之様、よろしくお願い申し上げます。古事記の絵本大和言葉神話出版記念と一般社団法人創学者大和言葉語り部養成協会設立記念祝賀会、本日はお越しくださいまして本当にありがとうございます。皆様で揃いまして気持ちを一体にして、これから大和の国体の修好のために共に邁進してまいりましょう。振り返りますれば和道5年712年のことでございます。それまでは九殿継承で行われてきた全国のさまざまな神話、そういったものの語り部ひれだのあれ、彼女は九殿継承をしてきたわけでございます。そしてその九殿を大野安丸が初めて文字起こしをした、これこそが古事記でございます。古事記には大和言葉の意義はもちろんのこと、我々大和民族の大切な魂そのものの根本が描かれております。しかし現在の学校教育なのでは、魏志倭人伝は教えられても古事記や日本書紀が教えられることはございません。そうして日本人は民族の美しい心を失っていっているように感じてならないのです。この度林秀臣先生がご出版された古事記の絵本大和言葉神話、ここには我々大和民族が取り戻すべき国体の原点、そして人類の共通の理念、そういったものがしっかりと分かりやすく皆様に伝わるように描かれていらっしゃいます。宇宙の原理、ひいてはそれは人類の大使命でございます。今コロナという国難にあたり、思い出していただきたい、かつて崇神天皇の御を国民の半分が失われし、大きな大きな病化がございました。しかしそれをも乗り越えてきたのが我々日本民族ではございませんか。そしてその心が伊勢神宮の祭祀につながっていったわけでございます。ゲンゲンポンポン、伊勢神宮を最初に置かれた大和姫が残された言葉でございます。原点回帰、まさにこの言葉に凝縮されていると思われます。さて1200年の時を経て現代の日枝のあれの出される皆様、ぜひこの日本の素晴らしい国体の中興のためにこれから共に歩んでまいりましょう。大和は国のまほろば、たたなずく青垣山こもれる大和氏麗し。ではこれをもって古事記の絵本大和言葉神話出版記念と一般社団法人創学者大和言葉語り部養成協会設立記念祝賀会の開会宣言といたします。ありがとうございました。